はいみなさんこんにちはゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間ですみなさん元気にしていますでしょうか今回のポッドキャストはパトレオンからフランシスコさんの提供でお送りしますフランシスコさんサポートありがとうございましたはいさあではですね今日なんですけども2022年11月18日金曜日ということでね まあ今週も終わりましたね。皆さんお疲れ様でした。どんな1週間だったでしょうか。お仕事が大変だったっていう人もね学校が忙しかったっていう人もいると思いますがもうやっと週末なのでね皆さんのんびりゆっくり楽しんでくれればいいかなと思いますけどもえー、っとですね今週僕はあの前回のポッドキャストでも言ったかな。うん、ジムにね行き始めてそろそろ運動しなきゃやばいなと思ってねはいジムに行き始めたんですけども。 いやーなかなかね続かないよねうーんやっぱりさお金払ってるからさ毎日毎日行ってやろうって思ってたんだけどなんかね用事があって友達とレストラン行ったりなんかテンション上がんなかったりしてね行かない日も多々あって今週はなんと2回しかジムに行っていないんですけども皆さんはどうですかね運動頑張っていますかねあのー、ね運動 体だけじゃなくてね結構心にもいいですからねほんとすか運動を始めてストレスすごいたまらなくなったなーって思うんですけどもはい皆さんもぜひ運動してくれたらいいなと思いますけどはいあと別にですねあの今週珍しく1週間に2回 YouTube ライブを行いましたはい見に来てくれた人いるかなえっ、ー、と1回目はね一人で。 最近自分が何やってるのかなっていうようなお話をねするライブをやってで2回目は日本に住んでるね、えーまあ、なんだろうなインフルエンサー友達なんかそう言うと嫌な感じだけどうんあのお友達のね翔太くんとあるね日本語をを使ったたゲームをライブでやりましたこれね結構ねやってて面白いしきっといい日本語のね勉強になると思うので時間があったらぜひぜひ 見てくれたら嬉しいいなと思いますけども、うん、もしねこのポッドキャストをスポーティファイで聞いてて「え何ゆうゆうって YouTube あんの?」っていう人はね知らなかった人はぜひ YouTube で「ゆうゆうの日本語ポッドキャスト」って調べてくれたらねあの僕のチャンネル出てきますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしますはいでは早速ねポッドキャスト始めていきたいなと思うんですが、えー、早速ね リクエストの方を読んでいきたいと思いますゆうさんこんにちは歴史のポッドキャストのテーマを提案したいと思いました日本の武士は特に江戸時代後期には常に白米だけを食べることが自分の品位につながると考えていたと聞いたことがありますそれは本当なのかなぜ 白米だけを食べ続けることが重要だと考えたのか教えてください。ということでねこれももちろん白いご飯を食べるのはめちゃめちゃ大事だった。でなんでかっていうと簡単にも答えを言っちゃうと先にねお米はお金とおんなじ価値があってそれを食べることが他の何を食べることよりもステータスだったからっていうことになります。おいおいいちょっっとと待ってくれと お金とお米はさすがに価値違うだろうって思いますよね。うんどうして日本ではお米とお金が同じ価値だったのか、まあ、それについてね歴史をこうまあ見ながら説明できたらなと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。はい とということでね江戸時代なんでお金とお米はか音が似てるな、はい、お金とお米は同じ価値があったかっていうと日本の税金は昔お金じゃなくてお米で集めていたからなんですね税金っていうのはさあの国に払うお金だうん政府に払うお金ね例えばさあのー、コカ・コーラを買ったら コカ・コーラのまあ10、十パーセントくらいは消費税っていう税金になって、そのお金は日本に払ってることになるよね。まあ、政府に払ってるんだけど、他にはさ、所得税っていうのもあってさ。あのお給料をもらうと、お給料の何パーセントかを国に払う。じゃなくて、納めるって言うんだけど、まあ、税金をね、納めると。で、日本の政府はその集めた税金を使って道を作ったり。 病院を建てたりするよね。はい。この税金今はお金で払うんだけど、江戸時代はそれをお米で払ってたんだよね。うん。これなんでなんだろうと。はい。もちろんね、今の時代私たち何よりも価値があるのはお金だって考えるよね。もちろんさ、お金があったら家も買えるし食べ物も買えるしなんだって買える。 ななんだだっては買ええいいけどねあの買えるじゃないですか例えばさみんながお腹空すいたなお金さえあればレストランに行くこともできるしスーパーでね食材を買うことだってできるよねでもさそれって今世界中でお米を作ってくれたり魚を取ったり野菜を育てたりねそういうことをしてくれている人たちがいるからさ そしてスーパーで働いている人たちがいるから私たちはお金さえあれば何でもできるんだけど江戸時代ですよまだ車もない時代にお米を作るって結構難しいしお米が足りてるか足りてないかって言ったら正直足りてなかったんだよね。でその江戸時代侍は,はねその町を守ったり。 国を守ったりすることがお仕事だよねでその人たちってお米作ってないじゃん。でもやっぱその日本の中では一番大切な人たちだよね。そのの人たちおお給料はお米で払ってたんだよねで例えば道を作りたい道を作るためには今ね道を作る会社に電話をしてその会社がガソリンならガソリン買って車買って家を建てるけどさ道を作るんだけど。<laughs> 昔は全部それ人でやってたわけだからご飯がなかったら人は動かないからねうん、それぐらいご飯っていうのはお金よりも価値があるものだったんだよねそうちなみにですねこれ面白いなって思ったのがえ江戸時代町には江戸時代ね江戸って東京だよな東京には全国から15トンのお米が 集まっていいたらしいんですよ15トン、キログラムじゃないトンなんですよ。これ多分みんなあんまりこうイメージできないと思うんだけど、えっ、ー、と、えー、だいたいね、300万人が1年間に食べるお米が江戸時代の町にはあったってことなんですね。でちなみに、 当時江戸時代の人口は約100万人だからその江戸に住んでいる全員のお米の3倍の量のお米が江戸にはあったって言われてるんだよね。すごくない例えば東京さんみんなイメージするとね東京ってとこあるわな。東京の人が かける3だから東京かける3人3分の食料が江戸時代にあったんですね。であのいろいろねあのもちろんそのお米を置いておくところも大事で「あのなんとか蔵」とか「蔵なんとか」っていう町の名前がついているところは昔そのお米をね保存している蔵があったとこなんだよね。うんなんですけどもね。 はい、それくらい、まあ、お米っていうのは、まあ、大事だとでもちろん日本で一番作りやすいのがお米だったっていうのももちろんあるんだけどねでさお米をねお給料でもらうわけですよ武士たちはね侍たちはでさみんなこうイメージしてくれたらわかると思うんだけど江戸時代の侍って偉い感じするじゃん結構いい生活してる感じするじゃん でお米でお給料をもらうってことはどういうことかっていうと自分では食べきれないお米をもらうわけなんだよお給料で例えば私はユースケ侍ユうスケでござる今週もよく働いたのであのー、ねえ偉い人からユースケ侍今週は30キロ おお米がお給料になるあ片付けないありがとうございますつって3 0キロお米,お米をもらうわけだ。はて困ったな1週間に3 0キロもお米は食べんな。だよな1週間に3 0キロお米は食べないですよ。どうしたかっていうとそれを町の銀行みたいなところに持っていくんですね。でその銀行にお金を お米を出してお米の代わりにお金をもらってたんだそうつまり侍がもらったお給料の残ったものがその銀行みたいなところにその集まるわけなんだよねで侍はレストランに行ってそのお金を使って侍じゃない、えっと、お酒を飲んだりさ踊りを見たりさ まあそういういいに暮らしていたわけなんで,すよでもちろん江戸時代東京だよな昔の江戸昔の東京ん今の今の東京昔は江戸うん江戸の町には侍だけじゃなくて何かを作る人職人さん何かを売る人商人さんっていうのがいっぱい住んでたわけだよね。 はいなのでその,その人たちはどうやってね食べるものを集めていたかっていうとそういう侍がね銀行に食べられない分残したお米を今度は自分たちがお金を持ってそれを買うと。っていうふうに江戸の経済っていうのは回っていたんだ。だからお侍さんがもらっていたものを。 お,お金を出して買ってた同じものが食べられるってやっぱりステータスだよねなんだろうな今でいうめっちゃお金持ちが食べるも,食べるものって何おいしいステーキとか分かんないけどねおいしい刺身とか高いお酒とかまあそういうハイクラスと呼ばれるねお金持ちの人たちとおんなじものが食べられるなんてそんなね すすごいいいなななっってて思うことってないじゃないですかだからまあ江戸時代の人は頑張ってねお金貯めて白いご飯を買って家で食べていたそうなんですけどもね今みたいにさあのそれこそお肉とか何でもあるわけじゃないからねもう食べるものってお米しかないんですよ。でだからさ ねえ魚食べたくてもまあ魚はまあ確かにちょっとはあったかもしれないけどもうご飯と何かご飯と何か今の人の4倍5倍はね一日にお米を食べていたんですよ。でお米でお腹がいっぱいになるっていうのがまあ江戸に住んでる人の夢でありステータスではあったんですけど何があったかっていうとねえと病気になる人が多かったんですよ。これかっ,けって言うんだけど ビタミン B1 っていうビタミンが足りなくなって手とか足に力が入らなくなる病気これあの今ではねこの病気にかかる人は絶対いないんだっていうのはみんなバランスよくご飯を食べることが必要っていうのは知ってるからねでも江戸時代の人はその病気のシステムなんていうのは分かんなかったからなんか体調悪いななんか力出ねえなおいえっそうか 白いご飯食べれば元気になるわなるよし今日はちょっとお金いっぱい使っていっぱい白いご飯買ってくうかあん、っていう風にね白いご飯をいっぱい食べるとでも白いご飯いっぱい食べてもビタミン B1 がないからどん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 ねこのかっけっていう病気がね進んでいくと。で面白いのがこれ江戸病って言われていてあの。 田舎に行くと治るっていう伝説があったんだけどまあ確かに田舎に行くと白いご飯だけじゃなくていろんなものがあるから食べ物のねバランスが良くなってカッが治るっていうねでも昔の江戸の人はそれがかからなかっただから恐ろしい話だけど今東京に行ったら世界中のご飯が食べられるんだけど江戸時代はその東京江戸ではもう本当白いご飯とそばとうどんしかなかったっていうね。 まあ保存できる料理しかまあね食べられないからなうんまあそういうふうにね言われていますでまあね日本人が食べるお米の量はすごく減ってきたとは言われているんだけどそれでもねやっぱ日本の伝統的な料理といえば料理と言えるのかどうかは分かんないけどおにぎりとかね 白いご飯と魚とと魚かかねねお寿司とか、ね、何かしら白いご飯がある。でおびっくりしたのがさみんな餃子って知ってる中国の料理ね餃子日本でもねもちろん人気のある餃子なんだけど中国では餃子と白いご飯は一緒に食べないらしいんですよ。おこれびっくりしてね。でそれをインターネットで見た時に。 なことあるかいと思ってうそに決まってんじゃんと思ってその YOU のね日本語ポッドキャストのオフィシャルディスコードサーバーにいるね <laughs> 中国の方に聞いてみたら確かにね中国では餃子と白いご飯は一緒に食べないらしいんですよ。これびっくりしましまたねあ、はいまあ、ということでねあっていうかそうですよね。 ゆうゆうの日本語ポッドキャストってディスコードサーサバーあんのって初めて知った人そこのあなたはいあるんですよ作ったんですよあのー、テーマはね変わっちゃうんだけどねこんだけさ僕のポッドキャスト世界中から本当にいろんな日本語学習者日本語勉強してる人がね聞いてくれてるわけですよ何かできないかなと思ってねできれば皆さんに日本語を 一緒に勉強する世界中のお友達を見つけてほしいっていう気持ちでね。この discord サーバー作りました。もちろん無料です。うん、あのね。同じアニメが好きな人だったり、あの一緒に日本語勉強する人を探したりとか。あとね。あの中にはグループを作ってで一緒にね。会話練習やってる人なんかもいますよ。 僕はねあんまり参加はできないんですけどもぜひぜひ興味がある人はこのポッドキャストのね概要欄からリンクをクリックして入ってくれたら嬉しいなと思います。はいまあということでね今回は、えー、フランシスコさんの提供でお送りしましたこのポッドキャスト「ね、白いご飯は昔日本では税金要はお金より価値のあるもので」 それを食べることが何よりもステータスだったっていうのがねこの江戸時代侍は白いご飯を食べるっていうのが大事だっていうねそれはまだ日本にもね受け継がれていて今でもねやっぱり僕も白いご飯を食べたら元気になるしやっぱりご飯といえばね白いご飯を食べるのがいいよなって思う日本人のこの根幹はねえと経済システムから生まれたっていうことが今回のポッドキャストで分かったかなって思います。はい 最後にお知らせをさせてください。えー、ゆうゆの日本語ポッドキャストトではパトレオンやっております今回のねフランシスコさんみたいにあのパトレオンやってくれる人はこうやってね、あのー、スペシャルな形でリクエストにお答えできますので興味がある人はよろしくお願いします。そしてそして、えー、1週1ヶ月20ドルのサポートはあのスクリプトがダウンロードできます。 このね僕の話している日本語をね辞書を使って調べたいなとかあのシャドーイングの練習の時にあったら便利だなって思う人はぜぜひぜひこのののドルのサポートの方をよろししくお願いしますそしてさっきもちょろっと言ったんですがオフィシャルディスコードサーバー作りましたので皆さんねディスコード持っている人はぜひ参加して世界中の日本語学習者のお友達を探してくれればなと思います。はい それでは引き続き日本語の勉強を頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ